お菓子くれんといたずらしちゃるけ。長州男子。前回のあらすじ、僕たち村塾生が全員でハロウィンの宴に参加することになったんだよ。みんなで仮装してお菓子をもらったり売ったりするんだ。今日はハロウィンで販売するお菓子を僕と高杉さん、草加さんの3人で作るんだよ。うまくできるかな。全然うまくできないけ。お菓子作りってこんなに難しいのか。もっと丁寧にやってよ。ああ、パス。草加、あとは任せた。飽きるの早すぎないか。俺は完成したらお前らの出来を確認する係じゃ。なんじゃそれ。では、俺は試食係にしてくれぬか。僕一人でこんなに作るの無理なんだけど。しょうがねえな。俺様が作る菓子だから、高値つけろよな。我らの力を、このジョーカーに見せつけようぞ。もう頼むから手動かしてよ。お手紙です。ご苦労様です。手紙？みんな、これは大変じゃ。どうしたんじゃ、そんな驚いて。どうかしたの？今年のハロウィンの宴は中止だそうじゃ。なんでじゃ。嫌じゃ嫌じゃ、楽しみにしとったのに。残念。せっかく準備してたのにね。仕方がない。今は病が流行しちょるし、感染拡大せんためにも今年はやむを得ず中止にしたんじゃろ。草か、どうにかしてくれよ。俺は何を楽しみに生きていけばいいんじゃ。医者坊主どうにかしてくれ。俺は医者だが治療に関しては一切わからんぞ。本当に大丈夫この医者？こうなってしまった以上、だだこねても仕方がない。俺たちができる楽しいこと、皆が楽しんでもらえることをできる範囲で考えようぞ。うん、そうじゃな。って言っても俺が楽しいと思うことか、一体なんじゃろうか。高杉さんが楽しいことって言ったら、剣術か宴会か歌うことじゃないの？ああ、そうだ、歌おうぜ。俺らが歌ってハロウィンやろうぜ。エータ、それはナイスアイデアだな。せっかくハロウィンの衣装も揃えたし、これでハロウィン気分を味わってもらえたらいいよね。ところで、俺はどんな衣装を買うてくれたんじゃ？はい、これ。これは、俺が着るんか？はい、もちろん。草か、似合っちゃるよ。深く、人に頼るんじゃなかった。みんな可愛いって言ってくれるよね。可愛いって言っちゃるけ、気にすんなよ。俺が可愛くてどうするんじゃ。どんまい。お前ら、ハロウィンの夜はお菓子用意して待っちょれ。お菓子くれなきゃいたずらしちゃうからね。俺らが暴れだしたらどうなるか分かっちょるよな。長州男子、一度決めたら止まらねえからな。お楽しみに。